記者会見には V リーグ参入を目指す男子バレーボールチームアスペルジュ香川で今月監督に就任した麓哲也監督と矢野力也キャプテンらが出席しました。チーム作りはおととしの夏から始まり、現在香川県出身の選手を中心に14人が所属しています。麓監督は高松工芸や坂出工業で男子バレーを33年間指導し、30回以上全国大会に導いた経験がある名将です。会見では今後の抱負などを語りました。私の教え子で、今までに V リーグに送った選手が10名ほどいます。で、それまでにこう香川にこう V リーグがなかったということが非常にこう寂しい思いでもあったと。香川県で初めてのチーム、四国でも男子のバレーチームは初めてですので、四国の皆さんにも応援していただけるようなチームになればなと。チームは今月22日の天皇杯皇后杯香川県ラウンドに出場、6月末までに V リーグへの加入申請を行う予定です。